J リーグ2011年の J リーグこの項目では2011年シーズンの日本プロサッカーリーグについて述べる。公式試合玉となるアディダススピードセル2010年12月21日の理事会で内容が決定された。以下は公式発表に基づく。2月2日2011年度の J1 リーグと J2 リーグの日程が発表される。2月15日出されていた。 準加盟申請について、理事会で審議した結果、鎌玉でさぬきの未承認し、杖源金沢と FC 琉球については、条件不備によりこの時点では、見送りとした。2月26日富士ジロックススーパーカップが行われ、前年の J1 覇者名古屋グランパスが90回、天皇杯覇者鹿島アントラーズを PK 戦の末に下し、15年ぶり2回目のタイトル獲得。 3月5日 J1J2 ともにリーグ戦開幕。3月11日東北地方太平洋沖地震発生。翌日から2日間に予定されていた J1J2 の第2節全19試合中止を決定。振り替え等の対応は未定。3月14日電力不足による計画停電実施により安全が確保できなくなったとして、月内に予定されていた J1 のリーグ戦。 第3節とカップ戦、予選1.2節、J2 のリーグ戦3.4節についても中止を決定。3月22日震災による電力不足と計画停電の実施が継続されていることや、東北、関東地方の一部クラブの被災状況などを鑑み、新たに4月2日から20日の開催を予定していた、すべてのリーグカップ戦全試合中止を決定。 対象となるのはこの期間中の J1 第4.56節、J2 第5.67節、J リーグカップ第3.4節。また合わせて、リーグ戦については、J1J2 とも4月23日より再開し、東北、関東地域では午後2時以前の試合開始とする、デーゲームに変更するように調整する。4月1日再開後の4月23日以後に、 予定されている試合についての変更日程を発表。ナビスコカップの予選リーグを日程の都合上取り留めとし、全試合トーナメントにすると発表。4月15日延期となっていた第2節、J1 リーグ第6節、J2 リーグ第7節までの試合についての延期日程を発表。J1J2 第2.35節は、コンサドーレ札幌主催試合が組まれているが、他の試合日には、 札幌ドームが北海道日本ハムファイターズ主催のプロ野球の試合など他のイベントに使われるためファイターズ戦の開催されない日に代替を設定した。また第3.46節については代替日に別のイベントなどがあって日程調整がさらに必要な代替未定試合がある。11月20日 J2 リーグ戦で FC 東京の優勝が決定。12月3日 J1 リーグ戦で、柏レイソルの優勝が決定。詳細は、2011年の J リーグディビジョン1を、参照最終更新は2011年12月3日の、試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。1大91回転脳杯、全日本サッカー選手権大会優勝クラブにも。 AFC チャンピオンズリーグ2 0 1 2参加資格が与えられるが、同大会優勝クラブが J1 リーグ戦上位に入った場合は、リーグ戦時点のクラブに参加資格が与えられる。詳細は、2011年の J リーグディビジョン2を参照最終更新は2011年12月3日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。 1>, 1、勝ち点2、得失点差3、得点数。10月23日に福岡が4試合を残して J2 降格が決定。1年で J2 へ戻ることになった。11月3日には山形が3試合を残して、12月3日には甲府が最終節で J2 降格が決定。11月19日に FC 東京が1年で J1 復帰が決定。 12月3日に、トスが初の J1 昇格を、札幌が4年ぶりの J1 昇格を決めた。J リーグアウォーズは2011年12月5日に、横浜アリーナで開催された。日本フットボールリーグ所属第13回日本、フットボールリーグの成績により3位、町田と4位、松本の J に入会が認められた地域リーグ以下。ありがとうございます。